嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんな題だとさ思いい。ます。三浦瑠麗さんの徴兵制発言が話題になってますが、日本が戦争しないためにはどうしたらいいと思いますか。個人的には現状維持がいいと思います。日本が戦争しないためには経済的にかなり良くなるっていうのが必要だと思います。結局その戦争する場合って、経済的に困った時にやるんですよね。その日本が第二次大戦で、じゃあなんでその戦争することになったかっていうと、石油なかったんですよ。ABCD 包囲網だっけ？お前、日本に石油売らねえわって言って、じゃあ石油取りに行くわっつってインドネシアとかに攻めなきゃみたいな感じで、要は日本がお金があれば、じゃあガンガン買うわ、金ならあるからって言って、要は金づるになってれば仲良くしてくれるんですよ。で、中国って微妙な国じゃないですか。なんかウイグルで、その囚人、なんかもともとのウイグル人の人ガンガン囚人にしてたりとか、っていうので、世界中でいろいろ言われてはいるんですけど、ただ、中国ってめっちゃ金持ってるんで、ドイツとか文句言わないですよ。まあ、金くれるしな、みたいな。なので、金持ってる国とは仲良くしようとするんですよ。でも、金がないと、どんどん嫌がらせされるんですよ。例えば北朝鮮とかって、まあ、世界中から経済制裁受けてるじゃないですか。要は、北朝鮮って金持ってないから仲良くしてもしょうがないから、もう経済制裁して潰れて餓死する人がいても知ったこっちゃないよねってなるんですけど、中国はめっちゃ金持ってるから、中国いらねえやってできないんですよ。なので、金さえあれば戦争にはならないです。なので、経済ってすげえ重要なんですよね。ツイッターでもちょこちょこ書いてあるんですけど、まず日本って、石油が取れないので、なので、なんか食料自給率がどうたらって話で書いたんですけど、じゃあ、日本が食料自給率100%以上になりましたって言っても、じゃあ、米とか北海道で作っても、ガソリン代と東京に運べないんですよね。で、じゃあ、ガソリンが手に入らないんだったら、電気自動車で運べばいいじゃんって言うんですけど、電気自動車の電気も火力とかガスとか、海外から輸入したエネルギーで動かしてるんですよ。日本が食料輸入できなくなると、石油も輸入できなくなります。農業機械が動かせなければ作物が作れないし、新潟の米を東京に運ぶこともできません。石油を使わない農業で国民を食わせる江戸時代方式であれば、日本人の7割が農民になる必要があります。食料自給率を上げたい人は自分で農家になってね。なので、食料がいくら日本にあったとしても、東京とか大阪とか都市部に食料を持っていくことができないんですよ。要は、海外から石油とかガスとかエネルギーを買えないと。で、じゃあ、石油とかが買えるような経済力があれば、もちろん食料も買えるんですよ。要は、石油とかって産油国からしか手に入れられないんですよね。中東だったり、アメリカのシェールガスだったり。でも、食べ物って大体どこの国でも作ってるんで、要は、じゃあ、中国が食べ物を売ってくれないんだったら、韓国から買えばいいし、韓国が売ってくれないんだったらロシアから買えばいいし、ロシアが売ってくれないんだったらアメリカから買えばいいし、オーストラリアかもしれないし、インドネシアかもしれないし、マレーシアかもしれないし、ベトナムかもしれないし、まあ、世界中食べ物はどっかの国で買えるんですよ。なので、もし海外から食料が買えませんってなった時は、当然石油も買えません。なので、食料が買えないような事態になった時点で、日本はアウトです。なので、要は石油がないと、そもそも食料があっても飢え死にしますと。で、食料自給率100%になったから、うちら大丈夫だよ、世界中と敵対してもって言っても、その食料を運べながら餓死しますと。で、食料自給率が仮に0%だとしても、石油さえ買えるんだったら金があるんだから、他の国から食料をガンガン買って食えるんですよ。なので、石油を買う金っていうのが重要で、石油を買う金がなくなった時点で日本は終わります。なので、食料自給率ってどうでもいいんですよね、言っちゃえば。まあ、この言い方をすると、割と反発する人はいるんですけど、食料自給率が仮に0%だとしても、石油を買える状態であれば、食料は買えばいいので、日本は成立しますと。自然エネルギー、太陽光、風、水力、波、地熱、バイオマスですが、波と地熱以外はほとんどの国にもあります。日本固有ではないです。また、自然エネルギー発電は石油を売るのと違い、外国から継続的収入は入らないので、日本が国として食っていく規模にするのは無理だと思います。で、
じゃあ石油を世界中から買えませんっていうところで、ツイッターでその、日本は石油の備蓄量が243日分あるじゃんみたいなこと書いてた人がいるんですけど、その、243日分の備蓄があったとしても、243日後にみんなガチするんですよ。で要は、その、大丈夫かどうかっていうのは、それが永続的に続けられるかどうかなんですよね。例えば、その、じゃあ、食べ物でも、毎年毎年食べ物を作れてるから、じゃあ、その10年でも5年でも食えますよねって話なんですけど、243日後になくなりますって言ったら、もう243日後に白旗あげるしかないじゃないですか。例えば、じゃあ、その、中国と日本が戦争になりましたと。で、その、中国とは揉めたくないっていうので、世界中の国が日本に石油を送るのやめるわって言って、その瞬間、243日後に日本人ガチするの確定なんですよ。まあ、何日か生き残るかもしれないけど、結局、その石油がなくなりました。もうこれ以上輸入できませんっていうと、多分食料庫のあるエリアと農地の人は生き残るんですけど、都会の人はガンガン餓死するんですよね。で、都会の人は餓死するってわかるわけじゃないですか、東京の人は。で、国会議員って大体東京の人なんで、多分石油が入らない243日後に餓死するってなった瞬間、100日後ぐらいに中国に白旗をあげます。俺ら死にたくねえからっていう。で、北海道とか農地の人は別に石油なんかなかったとしても、俺ら別に自給自足できるからどうでもいいっすみたいになってるんだけど、物事を決めるのは東京の人です。なので、その、じゃあ農地の人たち、九州の人とか北海道の人とかが全然必要なくてもいいっすって言っても、東京の人たちが、もう日本は撤退するんで、中国さん持ってってくださいって言って、多分九州とか、中国がその北海道とか九州とか持ってって、東京だけ日本として残るみたいな、そんな感じになると思います。石油が外国から買えるのであれば、穀物も買えばいいだけです。産油国より穀物を作ってる国の方が多いので、穀物が買えない時点で石油も買えないのでアウトです。石油がないと回らないのは ABCD 包囲網という石油規制下の日本で、すでに起きたことなので歴史を知ってればわかることです。結局その政府っていうのは、まあ大体東京に住んでる人たちなんですけど、はその日本のそのどう、日本がどうするべきかっていうのは政府が決めるんですよね。なのでその地方とかって、例えば尖閣諸島とか沖縄とかっていうのは、まあ持ってかれがちじゃないですか。今でもその尖閣諸島って、70日ぐらい確か領海侵犯されっぱなしなんですよね。でもまあほっといてるじゃないですか。でまあ沖縄も昔は中国、アメリカに取られました、みたいなのがあるので、で、北方領土もなんか半分はもう諦めたじゃないですか。もう日本にするのは無理みたいな感じで。なのでその東京から離れてるところっていうのは割とその、東京にいる政府っていうのはほっとくし、取られても気にしないですよね。島根県に竹島っていう、日本の領土があるんですけど、あそこその韓国の人たちが今住んでて、もう50年ぐらい住んでて、で、まあこれ何回も言ってますけど、多分あと50年ぐらいすると、100年間韓国人が住んでて、日本人誰一人住んでなかったんだから、これ韓国だよねって言われたら、多分国際司法裁判所で負けると思うんですよね。でもその東京から離れてるから結構どうでもいいっていう。多分そういう感じなので、その、じゃあその石油がなくなった時にどうなるかっていうと、多分普通に日本は白旗を上げるってことなんじゃないかなと思います。実家の相模原から調布に引っ越すのどう思う？ 23 歳エンジニアだよ。いいんじゃないですか？京王線で新宿まで30分かかんないんじゃないかな。なので調布は割と便利なんじゃないかなと思います。まあ、夕張の炭鉱を掘って、ある程度その石炭でなんとかなるかもしれないですけど、その、石油って、その、ガソリンだけじゃなくて、じゃあプラスチック製品だったりとか、ペットボトルだったりとか、要はその、今のその人間、その日本人が通常の生活をする上で、まあ服とかもそうなんですけど、その石油が入らないと、なくなる商品めっちゃいっぱいあるんですよ。まあ石油の価格が上がった時にトイレットペーパーがなくなるみたいなので、そのトイレットペーパーの買い占めみたいなのもあったりするんですけど、っていう感じでそのいろんなものがなくなるんですよね。要はその自動車に乗れませんっていうだけじゃないんですよ。ちなみに新潟にも油田あるらしいですけどね。食品メーカーを経営しております。先日世の中のコンビニが半分になっても社会困らないという話に共感いたしました。それよりも社会に必要な仕事をする人が増えた方がいいという話でしたが、ぶっちゃけうちの会社もなくなっても社会困らないです。私は生活するのに必要なお金があり、事業員や取引など人を動かすこともできるので、これから社会に不足しているものを増やしたいのですが、どのような人、仕事が日本において不足していますでしょうか？外貨を稼ぐ仕事。なんか、その自称経済詳しい系の人が、よく間違ったことを言ってるんですけど、その、日本の中で仕事をして、そのなんかぐるぐるお金を回してるだけで、日本は幸せに暮らせるというふうに思ってらっしゃる、ちょっと頭の弱い人が結構いらっしゃるんですよ。
要はその、じゃあ GDP っていう仕事って日本の中で売り上げがぐるぐる回ればよくて、例えばじゃあ、僕がひよやりさんに100万円で肩こり、肩叩きを頼みました。で、100万円払いました。で、代わりにじゃあひげおやりさんは僕になんか絵を描くっていうのを頼みました。で、じゃあ僕絵を描きました。ひげおやりさんから100万円戻りました。で、ここで100万円、100万円の売り上げで200万円のお金が動いてるんですよ。で、それってお金動いたから経済的に社会が良くなったように見えるんですよ。いや、その GDP とか、その要は、社会でどれくらいお金が動いたかっていうと、そのここで100万に100万っていうのが2回動いたから200万円の売り上げが動いてるんだけど、実質、おっさんが肩叩きをして、しょうもない絵を描いたっていうだけで、何も社会的な価値は生み出してないんですよ。で、っていうことをやってても、日本の場合って、うまく回らないんですよ。安全保障。で、食料自給率とかいう人は、石油をどうやって自給率 100% にするのか教えてほしいです。ドラえもんでも余分ですか？いくら北海道で米を作っても、石油がなければ都会に運べません。食料自給率を上げても、石油がなければ腐らせるだけです。国際協調なしで日本の維持は不可能です。アメリカは回ります。なんでアメリカが回るかっていうと、アメリカって石油が出てドル擦れるんですよ。で、日本の場合って、その日本人同士でお金回しててもしょうがなくて、その中東の石油王の人に石油を売ってもらわなきゃいけないんですよ。で、僕がじゃあさっきのそのひげおやりさんに絵描いて100万円で売ったみたいなので、じゃあ僕が絵を描いて、中東の石油王に、この絵で石油くれよって言っても、そんな絵いらねえよって言われちゃうんですよ。なので、トヨタっていう会社が車とかを作って、まあ車だったら欲しいでしょ？車あげるから、じゃあ石油売ってくださいみたいな感じで、その外国人が欲しいものというのを作って、外貨を得て、で、その外貨で石油を買ったりとか、じゃあ車を作るんだったら、その鉄鋼だったりとか、レアメタルだったり、その半導体の材料だったり、電池の材料だったりっていうのを海外から買わないと、日本の生活って成立しないんですよ。まあガスだったり石炭だったりとかね。なので、その、日本が豊かで今の生活っていうのをし続けるためには、いかに外貨を稼ぐかっていう産業をちゃんと作らないと成立しないんですけど、で、そんなに難しい話じゃないんですよ。今僕が話した話ってね。でも世の中って、そのなぜか頭の悪い人がブイブイこう言わせていて、日本国内でお金をぐるぐる回せば日本はそれで平和になるんだ。なんか経済は復活するんだみたいなこと言うんですけど、残念ながら不可能です。っていうのがあるので、別に僕、食品会社で普通に暮らして、それで幸せなら全然いいと思うんですよ。食品会社で暮らし、し続けて。ただそうじゃなくて、本当にその日本にとって必要なものをやりたいのであれば、外貨を稼ぐ仕事っていうのを誰かがやらなきゃいけないんですよね。で、ちょっと前までは、その自動車産業っていうのが外貨を稼ぐ仕事だったんですよ。まあ、トヨタだったり、ホンダだったり、日産だったりっていうのは。で、そのちょっと前までだと、家電製品、ソニーのテレビだったりとか、ノートパソコンだったりとか、で、っていうのが割と稼いでたんですけど、で、そこら辺が全然稼げなくなっちゃったんですよね。で、その前だと半導体とかも割と、日本は、輸出してたんですけど、最近はもう輸出できるほどのものを作れなくなってしまったので、なので、何かで外貨を稼がなきゃいけないよねっていうところで、割と今、伸び調子なのは、そのなんか、鬼滅の刃だったりするわけですよ。なので機械産業とかじゃなくてコンテンツ産業に行っていく方がまだ外貨稼ぐ効率いいんじゃないかなっていうふうに僕は考えるんですけど、まあなかなかそこが理解されるにはまだまだ時間かかるみたいですね。ちなみに観光産業も外貨稼ぐのには全然いいですよ。現代日本は石油ガスを輸入しないと成立しないので、他国より豊かになってないと石油買うお金がいつかなくなります。他国より経済成長してないと先進国としての生活は維持できないです。今後日本で原子力発電を発展していくと思いますか？思いません。長期的には多分日本以外の国で発展すると思います。結局その電力を作るのって今のところその石油でやるか原子力でやるか、あとそのなんか風力水力みたいなふわふわ系で、風力水力のふわふわ系って要は先進国を賄えるほどの電力っていうのは作れないんですよ、残念ながらね。その経由風力って、まあ、そこまで風強くないよねと、そんなに発電量多くないよねと。で、水力って言っても別にそんなに川めちゃめちゃ流れてるわけじゃないから、雨降った時は使えるけど、じゃあ毎日毎日ずっと発電できるかってそうでもないよねと。なので結局火力か原子力の二択なんですよ。なので、で、
火力の場合は石油代を払い続けます。その中東だったりとかアメリカだったりとかに。で、原子力の場合は払わなくて良いかもしれないけど、ワンチャン失敗すると福島みたいに全く使えなくなる土地ができます。どっちがいいですかっていう話なんですよ。で、まあ僕がもしそのやれるのであれば、竹島に原子力発電所を作ります。で、竹島に原子力発電所を引いて、で、その送電線島根につないで、もうガンガン原子力を回して、すげえ量の電力を作りますと。で、なんかあったら竹島ごと、もうごめんごめん失敗したわって言って埋めるんだけど、要は人が住まないところに原子力発電所を作って、もし失敗したらそれを埋めてなかったことにする。なので、尖閣諸島とか竹島とか、その、国後島とか、あ、そう、日本じゃないか。まあ、いや、要は、日本の領土問題があるところの、ギリギリに原発を建てて、他の国から文句を言われながら電気をガンガン作るっていうのをやります。ちなみにフランスはそれやってます。フランスって、ドイツの国境の隣の町に原子力発電所建ててるんですよね。だから、ほんと性格悪いなと思うんですけど、じゃあその、要はドイツ人にとってみたら、その電力が来るわけでもないのに、横に原発があるっていう、ので、やっぱね、ヨーロッパの人たちってほんとね、性格悪いんですよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? Okay, okay. Choose. Who's fault? いや、帰るのやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか、うん